はい、どうもおはこんばんにちは、 N スタジオのリュウです。スターオーシャン6の続きをやっていこうと思います。で、今回やるのはオートでクーデターが起きたんで、早速マルキアに秘術によってオートに送り届けてもらおうという話まで行ったんで、早速オートに向かってエレナたちを助けに行こうと思います。ここにマルキアいるんで話していきます。準備はできたか？準備はできた。よし、みんなをここに集めよう。これより道を開く。おそらくオーシディアス王都のどこかに出るだろうが、何が起こるかわからん。警戒を怠るな。長くは持たん。早く飛び込め。ここに入るんですか？大丈夫なのかな。メルティア、後のことは任せたぞ。承知しました。よし、行くぞ。何がどうなった？よう、不景気なことになってんな。アベラルドさん、クロエさん、大丈夫ですか？そうだ、テオが裏切ったのだ。ネアンの手引きで公爵をそそのかしてクーデターを引き起こした。ネアンは帝国の患者だ。なんだと？このままでは姫と陛下が処刑されてしまう。そんなことはお主が決してさせんだろう、少年。お主がかつて見舞われた不幸が今お主とお主の国を救うのだ。さあ、絶望から立ち上がれ。お主は生まれながらの騎士だろう、少年。はい。そんな、どうしてテオ様が？わからない、わからないんです。わからんことをわからんままにしてはいかんと思うが、どうだ？ああ、クロエ、大丈夫だな？うん、大丈夫。あんなに辛そうなレティシアさん、見てられない。それに、テオさんも。よし、レティシアと国王を助けに行くぞ。エレナも探さなきゃならないからな。ああ、静かに行くぞ。俺たちがいるのがバレればエレナやレティシアの身が危ないかもしれんからな。まだ間に合うよね。王権の異常を明確にするために処刑にもそれなりの部隊を整えるはずです。急げばきっと間に合います。もういきなり王都のアベラルドのところに到着して処刑を食い止めろっていうね、流れになったんですけど、ミダスをちょっとね、アベラルドに変えようかな。入れ替えモード、よし、これでいつまでも休んでいられないな。行きましょうか、エレナとレティシア救出作戦に。彼らが姫の居所を聞き出せるかもしれん。彼らとは誰だい？ラッキー。あ、休めるじゃん、休んどこ。少し休んでよ。体力回復は重要。よし、体力も回復したし、行きますか。
なんかアイテムもあるな。このまま本当に陛下や姫を処刑するのか。公爵様がことを起こした以上、こうなることは分かってたはずだろう。分かって本当に分かってるのか。なんでこんな状況で帝国は攻めてこないんだ。おかしくないか。知るか。こっちは命令に従ってるだけでいいんだ。とりあえずこいつら倒したらいけるかな。みんなで固めて。警戒態勢。みんなで固めて。OK。ラッキー。まあ反乱軍でも迷うことはあるよな。誰についていくのが正解かなんかその時分からんしな。むやみに近づくと捕まってしまう。距離を取るぞ。距離を取るぞと言われても、なんかいたのかな。大丈夫そうなんだけどな。おい、しっかりしろよ。まだ何も終わってないぞ。なんで仲間とやり合わなきゃいけなかったんだよ。無血会場のはずだろ。将軍たちにも話が通ってたんじゃないのか。ベルトランド様のことか。俺、ベルトランド大佐に剣向けるなんて、あの人が処刑されるなんておかしいよ。まあそう思ってる奴もいるってことだな。まあ、倒さなきゃ先進めないなら、迅速に。よし、なんとかなったな。こっちのアイテムはラッキー。お、ヒールユニットありがたいね。こう行ってここか。ここをめっちゃ気づかれてんじゃん。おい、なんで帝王将軍まで軟禁しなくちゃいけないんだ。俺は怪我の治療をしてるって聞いたぞ。レティシア殿下の処刑があるだろ。帝王将軍とレティシア殿下昔から仲良かったし、せめてほら。だからこそ見たくないってことじゃないか。テオも軟禁されてんのか。前方に光線反応を受ける。ってことはテオは本院じゃなかったってことだな。エネルギー残量不足だ。アビー、どうしてここに。助けに行く気か。たった一人で。一人じゃない。なぜこんな真似をした。王家が滅びるならあなたの望み通りじゃないんですか。そうだな。だからこそどれほど馬鹿げたことなのか誰よりも分かってる。あの三人は自分たちのことをビーブスと呼んだ。あいつらの力がある限り王国は、帝国には勝てない。今の帝国はあの三人の力で成り立ってる。だから親父はこの決断を下した。バルダーで見ただろう、帝国の異次元の軍備を。分かっていれば決して対抗できないものではないだろう。
お前は何も分かってない。あいつらの力は空の上、星の世界から来たんか。お前らさえいなければ、今頃レティはアビーと一緒にエダリーあたりで身を隠したまま生き延びられただろうに。遠く離れた地でクーデターを知れば姫が、レティがどうするか考えなかったのか。その辺にしておけ。そいつはお前らより年上な分、レティシアと父親との間で揺れ動き続けた。お前らほど純粋ではいられなかったんだ。俺たちはレティシアを助けに行く。だが助けがあればありがたい。俺にまた裏切れっていうのか。私が、俺がその背を追ったテオニーなら何をしなきゃいけないかわかるだろう。お前にはかなわねえよアビー。俺が捕まったことはまだ周知されていないはずだ。俺が一緒に行けば怪しまれずに済む。考えがあるのか。処刑場に通じる抜け道に案内するって言っても、アビーは知ってる通路だけど、そこからレディを助けに行ってくれ。俺は捕まってるベルトランドを解放して、クーデターに加担しなかった連中を動かす。よし。それとエレナがどこにいるか知ってるか。まさか壊されたりは。すまない。ネアンの妙な爆弾を食らって息をしていなかった。おそらくもう。なんだそういうことか。驚かせやがって。え、完全に電源が落ちていて直接再起動するしかない状況か。大丈夫です。それならきっとエレナさんはまだ生きてますから。そうなのか。とにかくまずはその抜け道とやらに急ごう。まあそういう反応するよね。だってな、エレナはあれだもんな、アンドロイドだもん。それ。これはどこの道を行けばいいんだ。これでって違うな。これをこっちか。うん、こう行ってまあテオも本心じゃなかったってことだ。それが分かっただけでもいいんだけどさ、道が分からないぞこれは。こう行ってラッキー。これアイテムでしょ。あ、これか。ここからだと北東の方角だ。行くぞ。オッケー。工場の中ってそんなにあちこち秘密の通路があるものなんですか。古い時代に使われていた整備用の通路だから外に繋がっているとか。そういうことだって。危ない。子供に気づいてまさかの敵でびっくり。ガキの頃の積み重ねがまさかこんなことに生きるとはな。ああ、テオもこの通路のことを言い出したのなら昔のことを思い出したと思いたいが。まあ一応また裏切られるっていう可能性もゼロじゃないからな。さっきのエレナの話だが、生きていると考えていいんだよな。ああ、外から再起動が必要になってる状態なのは間違いない。完全に気絶してる状態だ。空から落ちてきて手足が破壊されても意識がはっきりしていたあいつがか。無事なのか。正直わからん。ビープスの3人ってやつらが何かしたんだろうな。これルート的にはこっちなのかな。
ラッキー。道に迷っておるな。あー、この上で正解っぽいな。だったらあっちのルートは何だったんだろう。ラッキー。ちょっと今行ってみるか。おいおい、そっちは市街だ。処刑場に向かうなら逆方向だ。あ、なるほどね。ごめんごめん、怒らしちゃって。下がってろ。おお、びっくりした。よし、どこに通じてるかは覚えてるな。広場の戦闘の上、レティと陛下に一番近づける場所だ。俺とベルトランドが軍勢を率いて攻め込んで場をかき乱す。そこから先は何とかしてくれ。ベルトランドの解放は俺に任せろ。お前たちは一刻も早く処刑場に潜入してくれ。大丈夫です、テオさん。嘘は言ってません。わかりました。古い通路だし、ガキの頃とは勝手が違う。気をつけていけ。エレナ、やっぱりダウンしてたか。家系とは残虐な。どうやらヴァイル帝国の騎士もかなりの数入り込んでおるようだ。こっちが見つかることはなさそうだが、思ったよりも遠いな。アベラルドさんのチャクラムなら届きませんか？届いても3人を助けることはできません。玉砕覚悟で突撃するしか。この手勢で突入し生還できる可能性は限りなく低い。推奨しない。分かってるよ。だが何もしないわけには。悩んでいる時間はあまりなさそうだぞ。レディ、覚悟を決めたか。そんな。王国の民よ、何も知らぬ諸君らの怒りはよくわかる。だが現王室は去る折にヘルガー配下病の蔓延を阻止できず、今もまた国内に蔓延しつつある病を放置し、ヴァイル帝国との戦に踏み切ろうとした。親愛なる臣民諸君の苦しみをいささかも顧みず、戦に邁進する王室をこれ以上放置できなかったのだ。今日このオーシリアス王国は終わり、明日からは新たなる偉大な国、ヴァイル連合帝国として生まれ変わる。これ以上臣民と忠勇たる騎士たちの犠牲を増やすわけにはいかぬのだ。先の城塞都市バルダーの戦で先に手を出したのは国王陛下率いるオーシリアス王国軍であった。すでにヴァイル帝国ボルドール皇帝陛下は講和を申し入れてきたが、レティシア殿下はそれを拒み、陛下もそれに追随した。これ以上王室に国を任せてしまえば、王国と民の犠牲は、そして戦火は止めどなく拡大しよう。これは平和のための必要な処置である。クソ、やばいぞ。勝算はないが突撃するよりあるまい。あ、クソ、
これだから王家と関わるとろくなことがない。待ってください。手を。これよりロンベルト・クレムラート公爵による新たな応答が始まる。ケーリ、ヒヨ、しばしお待ちを。シュネアン参謀、どうか国王陛下とレティシア殿下の処刑我が手に任せていただきたい。てめえら、俺の妹にこれ以上指一本も触れさせねえぞ。やるじゃねえか。だが多勢に無勢だ、すぐに潰れるぞ。仕方ねえ、なんとか混乱に乗じて俺がエレナを。待って、エレイ、エレナさんって私でも起こせる？え？あんなのすぐにやられちゃう。でもこの距離なら私はデュマと飛べる。無茶だ、この距離じゃ。これがあればどうだ。熟練の理術師が使えば仮想的な不要理術の媒介となる。できるか。やってみます、レイ。わかった、頼む。こいつをエレナの後頭部に3秒当てろ、それだけでいい。デュマ、リーナについていけ。承知した、任せて。行くよ。承知しております。オーシリアスの騎士たちよ、レツシア・オーシリアス殿下に続け。ニーナさんの無茶をするから感心しません。でも使いました。ここからが本番ですね。借は返させていただきます。俺が王家のために戦いたくなる日が来るとはな。大将の理由は必要ない。奴らの元へ向かうぞ。ええ、早くこの混乱を収めましょう。よし。いや、なかなかの救出劇いいね。ああいうのちょっと展開的に燃えるよね。はい、お前らなんかぶっ飛ばしてやる。警告、エネルギー残量のはずでは。警告しろ。そうなのがいいよ。ん？ちょっと相撲死んでくれ。結構敵、あれかな、無限湧きすんのかな。無限湧きというよりか何回か戦わなきゃいけないってやつかな。邪魔だ、すいません。
動しいってやはい逃げられるといいな白黒決めるかよっ反応はい石の2位のいじめないでおくれよ反応発動そっちに向かえってねうんここで取れ構成反撃が多い活動停止もうくそ少年構成反撃活動停止警告エネルギー残量不足こんなはずでは投げてきませんか今復活させてやるぞアベラルド逃げられると思ったかよし無限脇っぽかったなな何をしているロラネオンペランジェ大佐おいあいつはああ野郎も帝国に手を貸すビープスの一人ってことだ邪魔をするな今ここで王女を殺してやる撤退の準備ネアンは冷静さを欠いている承知いたしました待て この状況を放置していく気か貴様の腹心にでも頼ればいいでしょうおいあいつを逃がすと面倒だぞかといってこの二人がここを素直に通してくれるとは思えんなクーデターの首謀者は決して逃がさんふざけ無質育ちの王女に私の計画を邪魔されてたまるか気をつけてお、なるほどネアンとバトルねあとあのビープスの一人とそこでやられてるニーナがここで排除するできるもんならやっしゃいやっしゃい見てー構成反応活動停止ニーナはやられちゃダメなんよねそらよこっちだ耐えてみなちょっと周り片付けるか先警告エネルギー残あさり制圧レオ火星に沈めた撤退するぞネアン、もう諦めろ。何やってるんですか。ボロッボロじゃありませんか。いろいろな計算違いが起こった。皇帝陛下に怒られるのは任せましたよ。おい、何ごちゃごちゃ言ってやがる。逃がすと思うか。失礼しました。それでは、我々はこれにて。まだ終わりじゃありません。混乱を収めなければ。レティシア様、この度の事態、面目次第もございません。良いのです。大佐がいなければ
ネアンの策謀を止めることはできませんでした。それは間違いないが、状況は全く良くはなっていないぞ。もう、ミダスおじさんすぐそういうこと言う。ミダスの言う通りだ。今帝国に攻め込まれれば、王都は一日ともつまい。兵も率いる将校も何もかもが足りん。テオはレティシアを助けたんだし、処分を軽くすることはできないのか。敵国と通じ、王家に危害を加えたのだ。そんな男に率いられたいという兵はなかなかいまい。コトリス山に作られていたという研究所に出入りしていたのもテオとネアンだったそうです。赦免はとても不可能です。あのバカ。影響が小さかったのは理術管理員の理術死体くらいです。理術師がいるならフーガが使えるんじゃないか。あれはもともと理術師が使うために作ったものなんだろ。話にならん。お前この後に及んで。時間が足りんと言ってるんだ。ニルベスにあるレビタス石を船で取りに行ってまた戻って、戦闘隊員になる数のフーガに組み込んでいる間、帝国が指くわえて待っていると思うか。どれくらいの時間が必要なのですか。気休めは言わんぞ。今あるだけの機体を最低限動かすだけでどんなに急いでも3ヶ月はかかる。無理だ。バルダーから攻め寄せられれば3日ともたない。レティシア、フーガとは一体何の話をしているのだ。具にもつかない夢物語だ。気にするな。いえ、お父様とベルトランド大佐にもぜひ見ていただきたいです。メルティア院長。そうですね。皆さん、技術管理員までお越しください。話はそこで。これはフーガと言います。技術士を乗せ空を飛ぶ乗り物です。空を飛ぶ。空を。こんなものを一体いつから。レティシアは知っていたのか。はい。すまなかった。あの時わしはろくにお前の話を。こんなものに国の命運をかけようなんて奴の気が知れん。もともと兵器として考えたものではないんだ。使い物にならん。ニルベス側ではレビタス石の運び出しの準備は整っているはずだ。カナスとやらが攻めてきた時の船もある。ことから一隻出して二隻で戻ればなんとかならんか。その船の指揮は誰がやるんだ。私が行けばよい。ニルベスに着いた後の指揮も私が取れば話が早いだろう。危険すぎる。お前がそこまで王国に義理立てする必要は。今オーシディアスの危難を見過ごせば間を置かず帝国の牙はニルベスに迫る。私は友の危難を見て見ぬふりするほど腰抜けではない。わしのかつての不徳と失態を許してくれるのか。陛下は乱世の寛容たる器ではないが、国とは人であることを理解しておられる。私はあの時の陛下が人事を尽くしたことを知っている。それが及ばなかったことは罪ではない。もちろん働いた分の見返りは求めるぞ。差し当たってミダスの名誉回復だ。だとしても変換装置の調整だけはどうにもならん。最低限の効率を得る方法を見つけるだけでもどれだけかかるか。荒削りですが美しい気候です。この機体でこの星の空を飛べればとても気持ちいいでしょうね。お前はまた。この国の空を守る手伝いをさせていただけませんか。帝国の力をこれ以上この世界に広げてはならない気がするのです。どうするってんだ。ニーナさん、石を見せていただけますか。現状の気候に適合し
実用に耐えうる紋章出力を発揮する必要があります。調整に要する時間は最長で10日ほどと見込まれます。相変わらずふざけてんな。それでも10日か。それだけの時間を稼ぐ方法はあるのか。あります。捕らえられている間ネアンから提案されました。レティシア待て。それは他に手がありますか、お父様。いや、だがしかし、バイル帝国皇室は私にゲラルト皇太子への輿入れを求めています。私はそれに応じようと思います。結婚するってことですか。はい。二国の第一後継者同士の婚礼となれば十分な準備を整える時間が稼げるでしょう。ベルトランド大佐、バルダーの帝国軍に特使を派遣してください。レティシア・オーシディアスはゲラルト・イルバイル皇太子との結婚の申し出を喜んで受けたまわりますとの書状を持たせて。ところで、テオさんは本当にビープスと言ったのですか。ええ、あの角を持った青白い肌の者たちがそう名乗ったと。銀河連邦所属の惑星に同じ名の星があります。連邦が帝国に介入してるってことか。まだ断言はできません。今のところあの3人の姿しか見えませんからね。私たちと同じ状況だったりとか。彼らも何らかの理由でこの星にやってきた遭難者で帝国に召し抱えられたと。現状では全て推測の息を出ません。私が先方で輿入れの準備をする間に探れることは探ります。帝国がお前を自由に歩き回らせるとは思えんがな。第一お前に星の世界のことなんかわからんだろう。俺やエレナが従者としてついていくってのはどうだ。ネアンを警戒させるだけだと思います。私ならどうですか。え、ネアンさんやビープスにとってデバイスさえ持ってない私はこの星のことを何も知らないただの元捕虜です。クロエさん、向こうだってこっちが何もしないなんて思っていないでしょ。私にもレイやエレナさんがお世話になった恩返させてください。わかりました。よろしくお願いします。マジかよ。どうやって調査したことをこちらに知らせる。知らせる必要はありません。フーガの初陣は私とクロエさんの奪還作戦となります。その時私とクロエさんが持ち帰った情報をもとに最後の戦いを始めるのです。皆さん、どうか私と共に戦ってください。ゲラルト皇太子殿下に敬礼。オーシディアス王国の勇士たちよ、大義である。こたびのことで両国は悲劇の歴史を乗り越え輝かしい平和への道を歩むこととなるだろう。レティシア・オーシディアスです。ベランジェ、婚礼の儀の日取りは追って特使を派遣しお知らせしよう。レティシア王女殿下に敬礼。では行きましょう、クロエ。はい、レティシア様。気をつけろよ。はい、というわけで
今回はここまでにしようかなと思います。次回レティシアがバイル帝国側に政略結婚かなになるのかなをさせられそうになるところを奪還するという作戦になってるんで、フーガの完成とともにレティシアを助けに行こうと思います。チャンネル登録グッドボタンの方お願いします。次回の動画またはライブ配信の時まで、またねー。